1987年、伝説の序章。ストリートファイター。世界最強の称号を得るために、各国のファイターと戦う二人の格闘家。そして独眼の帝王、彼らの戦いはこの時始まった。ゲームルールは3本勝負、2本先取。パンチ、キック、必殺技を駆使し、相手の体力を全て奪い切ると1ポイント。基本操作はレバーでの移動、ジャンプ、ガードと3段階のパンチ、キック。初期の専用大型筐体では圧力センサーボタンが装備され、このボタンを叩く力量でパンチ、キックの威力が変わる。投げ技はなく、コマンド入力の必殺技は隠し技として存在し、凄まじいパワーを誇っていた。後に現在と同じ6つボタンのテーブルタイプも登場。格闘ゲームストリートファイターシリーズの基本システムはほぼ完成した。ボーナスステージも用意されている。主人公は若き日の龍と剣。格闘家剛健の下で修行し、強い奴を求めて旅立った青年龍。赤い髪と靴のその姿からは今と違った印象を受けるが、必殺の波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚はすでに習得済み、スリーヒットで KO させるほどの威力を持っていた。龍と共に修行した格闘家剣。同門である龍と全く互角の能力を持つ対戦プレイ用キャラクター。2プレイヤー側乱入で使用でき、対戦で龍を倒すと剣での対コンピュータープレイが始まる。このストリートファイターでプレイヤーが使えるのはこの2人のみ。世界5カ国で待つ10人のファイターたち。少林寺を破門された破壊僧レッツ。闇に生きる忍者の血と技を受け継ぐ劇。裏のマーシャル扱いに君臨するジョー。対戦相手を死に至らしめた元ボクサーマイク。真の格闘家のみと戦う中国拳法達人リー。独自の暗殺拳を編み出した殺し屋ゲン。さまざまな格闘技で無敗を誇るバーディー。アリキン貴族の用心棒、砲術使いイーグル。ムエタイ帝王の一番弟子
アドン。ラストは帝王サガットとの最強をかけた戦い。タイガーショットの一撃は波動拳をはるかにしのぐ。だが世界にはさらなるファイターたちが存在した。これより4年後真の最強を決するバトルが始まる。1991年、伝説は幕を開けた。ストリートファイター2。対戦ブームを巻き起こし、社会現象にまで発展。世界にその名を知らしめた格闘ゲームスト2シリーズの第1弾。新開発カプコンオリジナル基盤 CP システムが全てをパワーアップ。基本操作、ゲームルールなどは前作と変わらず、1対1の3本勝負。プレイヤーキャラクターは引き続き登場の竜と剣に加え、今や馴染みのファイターたちが参戦。あの帝王サガットとの激闘の後も、真の格闘家を目指し戦いの旅を続けてきた龍。恋人との安らぎを振り切り、龍との再戦に闘志を燃やす剣。相撲の素晴らしさを世界に伝える日本男児、熊取の関取エドモンド本田。失踪した父を探し、謎の組織を追う麻薬捜査官、中国拳法チュンリー。新たな獲物と失った過去を求めて、ジャングルで育った野生児ブランカ。敬愛する同志のため、そして国際親善のために、レスラーザンギエフ。
された友の復讐を胸に、全てを捨てて戦うソルジャー、ガイル。その奥義は我が子を救うための必要悪。ヨガマスターダルシム。新たに加わったキャラはそれぞれ独特の動きを有し、必殺技もコマンド入力の他にレバーためやパタン連打が加わり、竜、剣を含む全キャラに投げ技、掴み技が与えられた。また同キャラはなく、唯一前作同様竜、剣がほとんど同じ能力を持つキャラであった。闇の組織シャドルーの四天王、勝ち抜いてきた者の前に立ち塞がるファイターたち。その中にはかつての帝王サガットの姿、さらにサガットを超える闇の格闘王の出現。当初は対コンピュータープレイが盛んで、全キャラのエンディング達成がプレイヤーたちの目標であったが、それが成し遂げられ、ラッパー昇竜などのキャンセル連続技が発見されたことで、次第にプレイヤー同士の技量を競い合う対戦プレイが行われ始めた。スト2伝説の始まりである。Round 1, fight!
1992年、噂されていた続編が現実となった。ストリートファイター2、ダッシュ。すでに対人対戦が主流となり、8人のファイターを極めたプレイヤーたちはさらなる戦いを求めた。同キャラ対戦、同じキャラクターを武装法で選択可能。これでキャラ選択争いはなくなり、持ちキャラでの決着をつけられる。四天王、対コンピュータープレイ最後の壁であった彼らがついにプレイヤーキャラとして登場。全ての欲望をその拳で掴み取る。アメリカンドリームを実現するボクサー、マイク・バイソン。憎き者には死を、美しき者こそが全て。華麗なる忍術で宙を舞う仮面の貴公子、バルログ。胸の傷の誓いは竜との再戦。一人の格闘家として戦う無敵帝王サガット。サイコパワーの恐怖、組織シャドルーの総帥にして闇の格闘王、憎悪の炎をまとう魔人ベガ。この四天王の対戦参入、同キャラ対戦、そして前作での問題点を含め、ゲームバランスの再調整が行われた。この頃から竜と剣に違いが現れ始め、各キャラの通常技、必殺技も一部性能変更された。ゲームセンターには通信対戦台が並び始め、対戦プレーはさらに白熱していった。
同じく1992年、それは突然姿を現した。ストリートファイター2、ダッシュターボ。このバージョンアップではバランス調整に加え、その名ターボが示すようにゲームスピードが大幅アップ。そして前作で秀でていたガイル、四天王以外のキャラにそれぞれの弱点を克服した新必殺技が追加された。竜、剣、空中奇襲技、空中竜巻旋風脚、ホンダの巨体宙を舞うスーパー百貫落とし、チュンリー待望の飛び道具飛行剣、そして緊急離脱空中スピニングバードキック、ブランカ高速回空バーチカルローリング、ザンギエフ足元無敵ハイスピードダブルラリアット、ラルシム驚異の瞬間移動ヨガテレポート、その他再び通常技必殺技の性能変更が行われ、キャラ同士のバランスが均等に近づいてきた。ハイスピードでの連続技の応酬、新必殺技での奇襲攻撃、新たな連続技の発見、対戦はさらにエキサイトしていく。Round 2, fight!
1993年、伝説を超えるために生まれた。スーパーストリートファイター2。最強の格闘ゲーム、ストリートファイター2。その全てをグレードアップさせ、スーパーとなって生まれ変わった。今までをはるかに超えたグラフィック、サウンド、そして新たなシステム、これらを可能としたのが最新システム基盤、 CP システム2。グラフィック一新、オープニングデモ、キャラ選択画面、ステージ背景、そしてキャラクター自体もアクションパターンが増え、よりリアルに。アレンジされたステージ BGM、 効果音、新たに吹き込まれたキャラクターボイス、臨場感あふれる立体音響、旧サウンドシステムが表現する。ニューチャレンジャー、4人の挑戦者たち。亡き父の願い、悪の組織に奪われた聖地を取り戻す、怒りの勇者サンダーホーク。真の強さとは、己の力はどこまで通ずるのか。銀幕のカンフーヒーロー、フェイロン。究極のリズムは究極のバトルの中に見つけた。ファンキーバトルミュージシャン DJ。 失われた記憶と下されたベガ討伐の任務、英国特殊工作部隊所属、キャミー。従来の12人のファイターたちも新必殺技を得たもの、通常技をパワーアップさせたもの、それぞれに進化していった。通常技のバリエーションが乏しかった四天王には、
通常技の大幅追加がなされた。スコアシステムにも数々の新ボーナスポイントが加わった。中でも連続攻撃によるコンボボーナスがプレイヤーを熱くさせた。このスーパースト2オリジナルのシステムとして格闘ゲーム初の試み、通信対戦によるトーナメントバトルモードを搭載。8人同時プレイ可能のトーナメント形式で一本勝負に3回勝ち抜くと優勝。1位から8位までを決定する。待ち時間のフリープレイヤー、試合ごとに席を移動するシートチェンジシステムなど多彩な要素が取り入れられた。1994年、伝説の格闘ゲームは最強進化を遂げた。スーパーストリートファイター 2X。 ついに5作目となったスト2シリーズ。これまで進化し続けてきた12人のファイター、そして4人のニューチャレンジャーたちはそれぞれの技を極め最強の力を得ることになる。スーパーコンボ、必殺技の使用および相手への攻撃ヒットで画面下のゲージが蓄積され、最大値でスーパーの文字がフラッシュ。究極連続技が使用可能となる。龍5連の波動、真空波動拳。剣究極ドラゴンダンス、昇竜烈波。本田怪力頭突き炸裂、鬼無双。チュンリー連撃炸裂キック、戦列客。ブランカ疾走する野獣、グランドシェイブローリング。ザンギエフ最大破壊力、ファイナルアトミックバスター。ダルシム焼き尽くす豪華、ヨガインフェルノ。ガイル空を裂く強靭、ダブルサマーソルトキック。ホーク聖地の叫び、ダブルタイフーン。キャミー流れる奇跡、スピンドライブスマッシャー。フェイロン嵐の連拳、烈火神拳。 DJ マキシマムビート、ソバットカーニバル。バイソン狂気のラッシング、クレイジーバッファロー。
バルログ、華麗なる忍術、ローリングイズナドロップ、サガット逆襲の方向、タイガージェノサイド、ベガ悪夢へのいざない、ニープレスナイトメア、その他新必殺技、新通常技がほとんどのキャラに追加された。また一部の通常技がレバー操作で間合いに関係なく出せるようになり、空中で連続ヒットする技も加わった。投げ技の威力を半減する受け身も初採用。前作のゲームスピードダウンに対する不満を解消すべく、スタート時にスピード選択が任意で可能となった。最高速はダッシュターボを超える速さ。さらにコマンド入力でスーパースト2のキャラを選択できる。必殺技、通常技の性質などがほぼスーパーの設定になり、無論スーパーコンボも新必殺技も受け身も使えなくなる。つわものどもの前に現れた拳を極めし者、豪鬼。巨人のごとく強さを誇る彼は、龍剣の師匠、剛剣の実の弟、そして自らの師剛鉄をその殺意の波動で殺めた狂気の格闘家。流派が同じため龍剣と似た技を使うが、威力は二人をはるかに凌駕する。後にその彼も闘士の一人として参戦することになる。
そして1995年。